この老いぼれにまた力を貸してくれるか。王宮の魔人よ、石板に封印されし聖護体を解き放ち、守護の力を与えよ。入れよ、我が古の精霊エクゾディア。あれがシモン様のか。一千の軍勢を一夜にして倒したという伝説の守護神エクゾディア。かつて押し寄せる敵国の軍勢を退けるためアクナムカノン王と共に戦いしか、そのあまりの力ゆえ二度と使わぬと誓い町の守りとして封じてきたが、今その枷を解く。行けエクゾディア。お前が不死身ならエクゾディアもまた不死身。シモン様のか、これほどの力とは。シモン、力は無限の闇からやってくる。だが人間のバーには限りがあるのだ。真の不死身にはなり得ぬ。エクゾディアよ、闇の大邪神を魂の豪華で焼き払え。エクゾートフレイム。やった、倒せるのかゾーク。怒りの炎よ、我が魂の全てを糧とし燃やし尽くせ。この程度の炎で闇は照らせぬ。我は無敵ダークフェノメノ。わらお、無念ですじゃ。エクゾディアが、シモン様。お前たち人間に我を倒すことなど不可能。我こそは闇、闇に怯え、やがて闇に支配される。人間など所詮闇の前では無力なのだ。